気づきと癒しのメッセージ、はづきなラジオ心の扉。皆さんこんにちは、はづき光栄です。はづきなラジオ心の扉、今日のテーマは避妊です。避妊、あなたには拒否する権利もあるのです。すべての良きことも悪しきことも否認するのはあなた次第です。私たちは運命という荒波にただもてあそばれて波間に漂う小舟のようなか弱い小さな存在ではありません。自分らしい人生を生きると本気で決めることさえできれば、私という小舟はどんな荒波が来ようとも、自分で決めた魂の行き先、ビジョンに向かって着実に航海することができるのです。その航海が順風満帆であることも、途中大きな嵐が来ることも、実は自分であらかじめセッティングしている計画通りの出来事なのです。ですから、あまりに嵐が大きすぎて目的地がわからなくなりそうな時は、避妊の力を肯定的に使うと良いでしょう。このようなネガティブな状況は本来、私の魂の計画に必要ありません。この状況から学べることは学びきりましたので、このネガティブな状況を否認しますとはっきり宣言するのです。現状をしっかりと認めた上で、ネガティブな状態から脱するときに、このようにして否認の力をポジティブに使うこともできると知っておくことは大切です。一方、起こっている事実をきちんと見ようともせず、ただ自分を欺き、ごまかすために避妊の力をネガティブに使うことももちろん可能です。しかし、それではただ単に見て見ぬふりをしているだけであって、状況が好転することも、自然に問題が解決することもないのは、きっとわかっているはずなのですが、今日は避妊の力の使い方を学んでレッスンしてみましょう。ポイントは、まず事実をしっかりと認めることです。事実を見ずに、ただ嫌だからとか、とにかく逃げたいからとか、頭ごなしに否定してしまうと、否認の力をネガティブに使うことになります。その事実が何を訴えているのか、その事実からの学びは何なのかを見極めた上で、その状況がもし自分にとって心地よくないものだとしたら、避妊の力をポジティブに使ってみるのです。私にはこの状況はもう必要ありません。私はこの状況を避妊します。と宇宙に向かって糸を放つのです。覚えておいてください。避妊することは決して悪いことではないのですから。はい、それではここからは避妊についてご説明していきたいと思います。一般的にというか日常的にあまり使う言葉ではないですね。避妊しますみたいな、そういうフレーズでもちろん使うんですが、これは何でしょう。裁判とか、そういうフォーマルな部分で使うような言葉なので、あまりこの言葉を意識して使うことは皆さんないんじゃないかなと思います。これはもうシンプルに言ってですね、自分の中に否定する気持ちを認めることというふうに覚えておいていただければいいのではないかなと思います。どうしても私たちは否定する、あるいはその嫌だとか違うとかいう、そういうふうな思い、ネガティブなエネルギーが乗りがちな、そういう思いをですね、表現することを非常にためらいます。これは、日本人が特有の性質でもあるんですね。これやっぱり欧米の方々はもう嫌なものは嫌、いらないものはいらない、嫌いなものは嫌いってはっきり自分の意見を言いますね。そこに対してあまりネガティブなエネルギーは乗っていません。ただ日本はどうしてもその全体の空気というか場を乱してはいけない、その和を乱してはいけないと思うので、ここでこんな私だけいらないとか嫌いですとか、あるいは食べれないとかいうふうに言うのはなんか申し訳ないような、そういう気持ちになりがちなのですが、だからこそこの否認の力、否認のエネルギーをですね、ポジティブに使うことができるということを私たち日本人が覚えておくことは非常に大事なことではないかなと思います。否認っていうのはですね、もうシンプルに言えば嫌なもの、あるいは嫌な人、嫌なことを嫌という勇気、そういうことだと覚えておいていただければいいのではないかなと思います。ここで一つ大事にしておきたいポイント、覚えておいてほしいポイントっていうのは、嫌イコール価値がないとか、劣っているとかダメであるということでは決してないということですね。あくまで自分にとってそれは必要ありませんというふうに自分の意思表示をしているだけなので、嫌ですとか、それはいりませんということが決して相手を貶めているとか、あるいはそのものの価値を否定しているということにはならないのだということをぜひ覚えておいてください。そういう意味でもこの否認に対してネガティブな、あるいはそのポジティブな部分もそうかもしれませんが、あまり感情を乗せすぎないということが大切なポイントです。いらないものはいらない。不必要なものは不必要。もうこれは十分学びきりましたから私にはもう必要ありませんよっていう、ただそれだけのことなので、そこは大きな違いだということをぜひ覚えておいてください。この魔法の呪文、本文でも紹介しましたが、このようなネガティブな状況は本来私の魂の計画に必要ありません。この状況から学べることは学びきりましたので、このネガティブな状況を私は否認しますという、これはもうまさに魔法の呪文であり、糸を放つということになります。で、これがですね、これから非常に大事になってくる手放しや浄化につながっていきます。もうその状況を十分学びきった、十分味わいきったと思ったら、それは手放していいのです。その状況をあなたがずっと抱えている必要はないということです。そこであなたがいい人を演じよう、あるいは良い顔をしようとするから、その状況がずっと続くのだということをぜひ覚えておいていただければと思います。否認の力をポジティブに使うこと。これは私たちに与えられた一つの力ですから、それをですね、否定しない、それを使うことをためらわないでいただければと思います。その否認というのは、に認めるという字が入っている通り、見て見ぬふりをするとか、そこから逃げるとか、そういうことでは決してありません。まず認めること。その状況を客観的に認める、そしてその違いをちゃんと受け入れるということが、その否認の力をポジティブに使うポイントであると言えるんではないでしょうか。良い悪いとジャッジするのは価値判断です。しかし、好き嫌いはその人の思考であり、好みであり、特徴の部分です。その違いをぜひ明確に意識して、あなたがもしネガティブな状況に追い込まれているとしたら、この否認の力をポジティブに使うことができるということをぜひ覚えておいていただければと思います。今日もありがとうございました。葉月光栄でした。